さん、こんにちは。今日もスタジアムに足を運んでいただきありがとうございます。2周年ということで、今日おにぎりで、戦わせていただきました。で、今日懐かしい、ブルーが聞こえたので、次回やるときにはもっと近いときにパフォーマンスが見せられるように調整していきたいと思います。そして、今日、これなかった OB も含めて、またライバルチームの OB と試合をしたりとか、サポーターと試合をしたりとか、イベントをこれから増やしていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしてください。はい、そして、本領に誇りを持って、青岡魂を持って、サポーターと、一緒になってまたさらなる歴史を作っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。はい、最後になりますけども、OB として、なかなか選手辞めて挨拶ができなかったので、全員はできないんですけど、今回は、羽生羽生、前で行ってください。羽生、お疲れ様でした。熱こんにちは。正直富士山何言ってるか分かんなかったんで、今ここに立たされてる意味も分かんないんですけど、これからも西東京よろしくお願いします。だとしたらちゃんと挨拶を。このようなあの場を与えてくださったクラブの方、また OB の方たちも含めて、そしてサポーターの方たちに改めてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。